皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が憧れる不労所得って本当に作れるのを検証してみるというお話をしてみたいと思います。先日ですね、個別相談でお話をしている時にですね、私自身ももちろんパン教室をやっていたので、よく知ってるんですけれども、教室の先生って結構体力勝負な職業の一個なんですよ。仕込みとかももちろんある場合も、パンの時とかもそうですしね、お料理だったとしてもある程度下準備をしてからレッスンに向かわないとですね、段取りよくいかないじゃないですか。っていうことは、レッスン以外の時間が結構大変なんですよね。準備がね、結構あるんですよ。で、あと買い物行ったりとかですね、あと次の月のレシピの試作とか、そういうのもあると何気に体力勝負なんですよ。で、結果としてその年齢がいってくると、例えば朝すごく早起きをしてその準備をする、ないしは前日にその準備をするとかっていうことがだんだん体的にきつくなっていくケースがありますね。そうすると、じゃあどうするんですかっていう話になった時に、その知識を座学で売れるタイプの種類のものであればまだいいんですけれども、そうじゃない場合にはですね、単価を上げたりとか、内容を変えて販売していくということをしなくてはいけないので、どの道そのチェンジ転換ができない方に関しては、ずっとこう頑張り続けないといけないっていうのがやはりしんどいなっていうのが、年齢重ねれば重ねるほど感じる方が多いと思うんですよね。なので、不労所得っていうね、言葉を聞くと、確かに憧れる部分はねあると思うんですけれども、今日はですね、教室の先生が、ご自身の、収入経歴ベースで、それが可能なのかどうなのかっていうことをですね、ちょっとお伝えしてみようかなと思ったのが、今回のテーマでございます。はい。そうしましたらですね、本題の方入っていきたいんですけれども、まず不労所得っていうと、いろいろねあるんですけれども、例えば教師の先生がっていうことじゃなくて、一般的にですよ、一般的に、すぐに考えられるのは、おそらく不動産関係ですよね。不動産の収入です。賃貸を貸していてオーナーとかで、その収益がね上がり続けるみたいな、このタイプか、あとは下落とかはしますけれども、不労っていうことで言うと、その買ったごめんなさい不動産が価値が上がった時に、売るとか、売った収益を得るっていうのは不労に近い。ただ実際にはその目利きをしてね、やっていかなくてはいけないとかっていうのもありますけど、完全に不労ではないですけれどもね。あとは株とか FX とか、そのあたりでしょうか。私はちょっとそのあたりは手を出したことがないのでよくわからないんですけれども、要は自分が実働として働いて得るっていうことではない収入の一個ですよね。あとは権利収入と言われるものですね。日本人的にはあまりこう好まれない、嫌な言葉で言うとネズミ講っていうやつでしょうか。あとマルチ商法っていう言葉もあったりしますけれども、要は、子供がつくことによってはそこからの上がってくる利益で、やる、権利収入って言われるものとかですね。あとは印税とかも、実際は不労じゃないですけどね、本を出すっていうのはそれなりに大変なんですけども、その売れ高によっていろいろと変わってくる部分があります。なんで教室の先生ベースで言うと、おそらく不動産は結構難しいかなという印象があります。それなりに元手が多くないとやはり難しいですし、それをどういうふうに運用するのかって、これまた別の知識が必要になりますのでね、それがうまくいくようになれば回るのかもしれないですけど、元手が結構かかります。で、権利収入も私は個人的にはそれがビジネスの商法だっていうのは、
まあ、理解はしているんですけれどもね、なかなかね難しいですよね。人によっては友人を失ったりとかっていうこともあったりするので、そうじゃない人に言っていくことができるタイプの方だったら権利収入とかもいけたりするのかなっていうふうに思いますね。あとはそうですね、ちょっと言い損ねてました、紹介ビジネスとかですね、この方とこの方をつなげることによって双方から売れた額の収益の数パーセント、 2% とか 3% とかをもらい続けるみたいな形とかもあるかもしれません。ただそれは紹介する人脈を自分が持ってなくてはそれもできなかったりとかしますけれどもね。であと印税の方なんですけどね、私も本、商業出版も電子書籍も両方出してますけれども、皆さんが思うほど印税って入ってこないです。はい、商業出版に至ってはむしろ持ち出しの方が多いかもしれないです。キャンペーンとか広告出したりとかっていうのを考えたら印税なんてもうすぐ吹っ飛ぶスズメの涙レベルですね。一般人の印税はこれが100万部とかね、何十万部とか売れてくるとそれなりには印税は入ってくるんでしょうけど、でもやっぱりプロモーションとかかけていくとそのお金どんどんなくなっていくので、あれはやはり、まあ、違う方もねおっしゃってましたけれども、分厚いチラシぐらいの感覚で考えた方がいいです。しかも高尚なチラシかな、自分の思いとかがちゃんと入っていて200ページ弱のチラシですから、届いた人には共感とか、まあ、知識を与えることによって、まあ、いずれ自分のお客様になるかもしれないっていう人を増やすことはできるかなっていうのは、まあ、本のイメージですよね。電子書籍に関してはまあそれそのものっていうことではそんなには稼げてないんですけれども、ただ確かに一回出版したらその後ずっと、確かにお金は入り続けています。私はKindle が日本に上陸した半年後にも出版をしているので、そういった面では非常に早かった方だし、当然マーケティングを私はやっていたので研究して、その当時にないけど役に立つであろう本ですね、料理レシピ本系で動画とくっついてるっていうのはその当時 Kindle に出てなかったんですよ。で、私は動画を編集する知識と技能があったので、自分が作った本に動画を連携させて電子書籍を作ったんで、当時はなかった本を作った形になったので、まあ、もちろん私のプロモーションで知ってる人とかにも応援お願いしてっていうのはあったにしても、まあランキング1位とかってやはり取るとですね、Amazon の方からでも、月替わり日替わり商品として紹介させてほしいとか、他のプラットフォーム、どこだったっけな、ソニーかなんかの電子書籍リーダーの中に最初から入れるものにこう入れさせてもらえないかとか、そういうオファーがあったりして、その原稿というかデータをね貸し出すみたいなことでやっていたりとかもしてたので、これはもう時期が早かったからできたことで、その早くなかったらですね、もうそういうものは廃れるような状態になってしまっていたっていう感じだったので、まあ、これは先行者利益っていう部分になりますね。なんで確かに毎月入ってくるお金を見ていればこれは不労所得に近いなっていう感覚がありますけれども、私の場合にはまあレシピ本、写真集、いろいろ様々出していて、 Kindle が読み放題プランを出してからガクッと印税は減った、約半分ぐらいに減ったんですけれどもね、そうだな、5年間くらいで120万くらいにはなってるんですけれども、まあ、まあそんなにものすごい金額ではないです。だから売れ筋のすごく売れるヒット作とかを持っていて、それが100冊ぐらい持ってれば多分月にね10とか20とか安定的に入ってきてたのかもしれませんけどね、それを作る労力はそれなりに大変ですね。なので電子書籍も、まあ、あくまでも私を知ってもらうツールっていうことと、あとはまあ書籍を人に作ってもらうっていう、それをこう
お伝えするっていうことで、まあ、セミナーですね、まあ、そちらの方での収益の方がむしろ多かったんで、これは全然不労所得ではなく普通に労働対価みたいな形になっているので全然不労ではありませんでしたけどもね。まあでも生活を支えるほどには全然ならないですね。ですから自分の体もきついし、教えることじゃないことで稼ぎたいなって教室の先生が思った時に、自分の元手がそんなになかった場合には現実的にはちょっと難しいかなっていう感覚があります。逆にこういうことで稼げたよという実例がありましたら、ぜひ教えていただければと思います。私がトライしてみたいみたいなね感じですけど、なのででも不労所得のちょっと手前、それぐらいまでならなんとか作れますかね。それは集客の自動化の方です。おそらく教師の先生が一番まあ、困っていたりとかきついなって思うのは集客の部分だと思うんですよね。なのでその集客が常にこう声をね出して、これをやりますあれをやりますっていうことで一生懸命それを言わない限りは人が入ってこないということだとすると、やっぱりしんどいですよね。でこれは自動化っていうのは、例えば、お客様、未来のお客様が自分のことを探して、そしてその自分のいろんな持ってる媒体とかを見て人間として共感をして、でサービス使ってみようかなと思って申し込みが来るみたいな、そんな形がまあ自動化っていうことになるわけなので、要は自分が意図してそれを発信したその瞬間にその人が来るわけではないということなんですね。これ時系列がずれていく感じになります。そうすると、まあ、その仕掛けというか、設計構築をしてその仕組みと流れを作るっていうのは、私の肌感覚だと早い人で1年で普通2年から3年ものかなっていうふうに思ってます。私もだいぶその近い状態を作るのにやっぱ4年くらいかかってますかね。なのでうわそれじゃ無理だって思うとか、あじゃあ今から取り組めば4年後とか3年後は楽になるんだなと思って取り組めるかっていう意思の違いはあるんですけど、大抵私がこういったこの長丁場の話をすると、反応2パターンに分かれますね。だいたいこう今すぐ顧客っていう、今すぐ習いたいっていう人を常にずっと集め続けてる人はこの話なかなか理解しようとしないし取り組もうとしないんです。長丁場の集客っていうか仕組み作りをやったことがないからです。いやそんなに遠いの、今が困ってるのにっていうね、逆なんですよね。今困ってるから将来にわたって困らないように楽になるように今頑張らないといけないんですよ。だからダブルでその瞬間やっていかないといけないですね。この作業ができない方はずっとありっとキリギリスじゃないですけど、でもキリギリスまでいい思いはしてますけれどもね、なんかアリは報われるはずなんですけど、なんかアリの悪いところとキリギリスの悪いところを持った状態がずっと続くみたいな悲しい状態になってしまうんですけれども、どこかのタイミングで集客の苦労からなるべく、それを解放、自分が解放されたいというふうに思うのであれば、決めた時から1年ぐらいは負荷がかかる状態でも仕組み構築をすることをお勧めします。でこれが財産になってちゃんと積み上がっていくと、数年後にはねかなり集客ガツガツやらなくても自然に集まってくるように作ることはできます。でその一番作らなくちゃいけない構築の肝は何なのかっていうと、まあ、私のこれは個人的な感覚です。コミュニティ集客っていうのをやってらっしゃる方もいるし、いろんな集客方法があるんですけれども、私は10年来ずっとネット集客を見てきて王道だなと思うのがやっぱりメルマガですね。
LINE はメルマガと併用するとよりいいかなぐらいの感じで、メルマガですね、硬いのはメルマガです。人となりとか、そのご自身のね内容とかをこうコンスタントに届くような状態にして自分を知ってもらうっていう、要は興味がある人だけが登録をしますのでね、興味があるってことは興味がある人に向けてきちんと発信をすればいいだけのことなので、押し売りにはさっぱりなってないんですよ。だって興味がなくなったらメルマガ解除されるだけなので、解除か開封されないかどっちかです。でもこれが後からじわじわ聞いてきて、例えば1年後とか2年後とか、その人が本当に必要なタイミングになった時に、問い合わせが来る。それは高橋さんはコンサルだからそういうことできるんですよとか言う人もいるかもしれないんですけど、業種業態が違ってもですね、その人の情報を欲しいという内容の楽しい内容、読者が読んでて興味がある内容を発信し続けられる人には必ず一定のファンがつきます。コアな内容だったとしてもですね。私もパンとかって結構みんながやってる内容じゃないですか。でもパン教室関連とかでも、普通に1000本とか動画撮りましたからね。その動画に合った内容を発信はしていましたのでね、ネタがないっていうのは多分読者の人を喜ばせようっていうネタ探しを頑張れない人です。例えば、パンとかだった時に、私のこうメルマガでね、人気記事だったのが中種法っていうやつだったんですよ。要は中種っていうのは中に種って書いて、パンのこね方で、種を入れながらこねてっていうやり方をするやつなんですけどもね、そういうこうマニアックなものが検索で、引かれて、でそれをベースに、メルマガとか出して開封率が高いものだったりするんですけれどもね、それも私の中種のやり方っていうのが一般的な中種のやり方と例えばちょっと手順が違ったりとか、一般的がじゃあ一般的なのかっていう話もあるんですけどね、違えばそれをまた伝えるだけでオリジナリティのあるものになるじゃないですか。であと例えば米粉パンのね、膨らまないっていう悩みが結構多かったんで、それを対処する方法とかっていうのも、そもそも米粉の粉を選ぶ段階からスタートしてるケースもありますしね、その米粉を扱う時の重点的な注意しなくてはいけないことっていうのもあったりするので、そういうのが抜けてれば当然米粉パン膨らまないんですよね。それがノングルテンの100だったとしても、あと 米率が 70% とか 80% のパンだったとしてもですね、でそういったものをかゆいとこに手が届くというか、そういった回答を自分の経験値と自分の、見解を含めて記事を書くなし発信していくっていうことに人は面白いなと思ってついていくわけで、当然ファンができてきますよね。今すぐ習えなくてもいつか習いたいっていう、そういう人をどれだけ持てるかっていうのが究極のところ、自動化に近い状態を作っていくことができるので、きっかけは何でもいいんです。インスタグラムだろうが、フェイスブック、ツイッター、YouTube、何でもいいんですよ。でそこからちゃんとじっくりその中身を知ってもらうためにゆっくり読み物として読んでもらうのがメルマガ。LINE は気軽に登録できる分気軽にブロック、されますので、出入れが激しいですね LINE は。その代わり気軽に聞けるっていうことはすごく読者との距離が近い感じになりますので、こう質問とかがそれやすい、親しみ感がすごくあるかなっていう感覚がするのが LINE になります。ですので私の中では、メルマガとホームページですね、あとブログ、このあたりを上手にリンクさせながら回していくっていうのが自動化に近い状態を作っていけるかなというふうに思います。
検索もだんだん様相が変わってきてますからね。Google で検索をされる方は割と年齢上目です。少し若い方とかは YouTube の中で検索をしたりとか、あとは Instagram で検索する、Twitter で検索するケースもありますので、そのメディアは、その時代の使われ方に合わせて使っていくっていうのがやはり鉄則なので、昔から言われている使われ方、検索のされ方も変わってきているのであれば、そうじゃないメディアも整理しながらやっぱり使っていく必要があったりしますよね。ただその鉄板のメルマガ読者を増やし続けることっていうことをきちんとやれてる人、それにちゃんとメルマガ、ステップメールっていうんですけれども、そういったものが届くような仕組みを作れてる人はやはり集客が安定していきますね。質の高い、ブログを書くっていうことはもちろんあるんですけどね。私がなぜこれを言えるかっていうと、メルマガ、ステップメール系はもう6年かけて構築してきているので、読者もすごく多いし。そういった読者がいる前提で、例えばイベントを組むとか発信をするっていうと埋まる確率が高いんですよ。だから発信もものすごくガンガンにする必要がなくて、発信してない時とかでも問い合わせとか予約が入ります。だからそういう意味で、毎日のルーティーンはやるんですけれども、例えばこの動画、お役立ち動画として撮ってますけど、これはルーティーンでやってます。だけれども、それによって信頼構築をするっていう形になるので、ある一定の瞬間に馬力をかけてガーッと集客する必要がないということですね。なので、もちろんたまに新商品がリリースすればお伝えすることはありますけれども、そのガツガツ集客しなくても落ち着いた形で欲しい人だけがちゃんと寄ってくるように仕掛けることはできるということですね。ですから不労所得そのものでいくのは難しいんですけれども、自動集客ということに向かって動くことはおそらくできます。なので仕組みを作っていない方は是非長期案件としてでもいいから仕組みを作ってほしいです。それがまず体の辛さから解放される内容の一個です。で、もう一つは、その講座の内容自体をですね、絶対に自分がそこまできちんとやって関わらなくちゃいけないのかっていう講座じゃない講座を作れるかどうか、例えば Zoom というオンラインとかもありますしね。自分の分身作っていく形になって、一体何人っていうものと、あと実習がなくても伝えられるようなものを講座、知識を伝えるだけでも喜ばれる講座を持ってる人は、今後のことを考えたらやっぱりオンライン講座っていうのはどうしても、やっていってほしいなというふうに思います。動画に対してハードルが高い方は、今の段階から動画に対するなんていうのかな、ハードルを自分で作らない方がいいです。これからどんどん動画の時代になっていきますから、誰でもが普通に動画にが扱える状態になっていくので、苦手と思ってる人こそ今覚えててほしいかなと思いますね。まだね、苦手と思ってる教室の先生が多いからなんですよ。これみんなができるようになっちゃったら、もう全然価値がなくなりますからね、できるっていうことが。いわゆるスマホが使えるのと一緒です。新しいことを苦手だって遠ざける人は結構損しますね。私はパソコンとかはできる方なんです。多分ですよ。そういったものすごいできる人よりは全然できないですよ。だけど例えばいわゆる Windows とかも3.1だったかな、 DOS って言って、この黒い画面でコマンド打ちながら指令していくような、そういう時代とかからパソコンいじっていたりとか、ある意味オタクなんですけどね。で、 Mac とかも LC588 とかだったかな、こう一体型なんか Mac がありましてですね、その Mac をワンクリックでできるっていうことに感動しながら Mac をいじってた人、だから Windows と Mac を2大体制で家にあってパソコンいじってた人だ。会社では Windows だったんで、 Windows だけど可愛いし使いやすいの Mac だったんで Mac いじってたんですよ。だからボーナスが
ほとんど Mac と Windows のアプリケーションに消えてって、もちろん新しいの買い替えたくなったら買い替えるってやって、年間100万とか使ってましたよ普通に。だからまあオタクなんですけど、そういう知識もあったりして、先にやってるから今その知識を切り売りしながらとか、常に新しいことを覚えながらやってるから、それをマネタイズ、お金化していくことができているので、皆さんの場合にはそこまでする必要はないんだけれども、人がやってない時に少しでも早くやるだけでもすごく楽に、お金化、収益化することができたりするので、今まだ教室の先生がやってない状態でトライするんだったら動画とかはいいよねって思います。でそれによってオンライン講座を作ったりとか、自分の分身を作ったりとか、当然その動画を、メルマガとかにつけていくと信頼度合いがアップしますので、自然と集客ができていくっていうことなんで、動画のスキルはねあるといいかなというふうに思っています。いろいろと今インスタとかもね、動画とか、IGTV でしたっけね、インスタグラムテレビみたいな、動画の時代に多分なってきてると思うので、ここは一つポイントで自動集客をしていくためのツール、スキルとしても覚えてってほしいかなっていうふうに思っております。はい、まとめます。教室の先生が憧れる不労所得って本当に作れるのっていうことは、前半の方でお話ししたように、結構ハードル高いです。私自身もトライをしているし、まあこれから少し大きめのお金を使ったらそちらもちょっとねやっていこうと思っているので、やれたらまたねご報告しますけれども、そこそこそれなりに大変なはずです。で自動集客はできます。それは私がやっているから。なので今皆さんが分かってほしいのが、その今まさにすぐに捕まえる集客ばっかり頑張るんじゃなくて、構築ですね、仕組みの構築、これに着手するっていうのをしてほしいのと同時に、ずっと私は3年くらい前から言ってるんですけども、動画は普通に扱える人になってほしい。この点がポイントになってくるかなというふうに思っておりますので、ぜひ今のご自身の体制をですね、ちょっと振り返ってみて、不足しているな、足りないなと思うことがあったら、ぜひトライしてみていただければというふうに思いますので、頑張ってみてください。それでは。